アイファーグローバルリーダー育成塾、はい、ゲストは、世界的ベリーダンサーのイシスさん。イシスさん。イシスさんってはね、本当にぶっ飛んだ人で変わった人で、こう、独特の世界観を持って、なんかこう、宇宙と人間とかを行き来しているような、そういう変わった人、存分に話してもらおうと思うんですけど、なんかね、さっきさんが話したい人、うん、ぜひやってもらいたい。あ、そう、あ、今の旬ですね。今日は、とりあえず今日は3月の26で、私が今感じてるかって話していいですか？今、この瞬間、人類がかつて、至福の時が来るようなことが、今世界で、地球で起こっているなっていうふうに感じてます。で、それを誰かに話したいと思ったら、こんな感じになったので、これカットされてもいいんですけど、私服の時、今まで井浦愛川さんがずっと言っている、テレビだったり情報だったりなってるから、そっちにこう洗脳が解かれる時を迎えている。それだと、そのなんだろうな、人類のその洗脳っていうものっていうのは、うん、いつからあるのかしら。もうそれはもう教育だったり、とりあえずもうその洗脳、もうしょうがない。地球に住んでたらもうみんな洗脳、もうすごい意識的に、すごい意識的に生きないと、この洗脳から解かれないような。だから、実は誰も悪くなかったみたいな。地球上の誰も悪くなかったんだけど、まあちょっと、そういう、それか、この地球の星の仕組みかもしれないけど、その闇っていうか、でも、その今、闇が全部一掃されてるような、もう歴史的瞬間なんですよ。今、コロナのことがあってますけど、その裏では、%のこの世界をコントロールしてた、コントロールっていうか、作ってた人たちが、今、大量逮捕